こんにちは、ゆきまるチャンネルです。キラキラキラーン、シカーン。若干虫だ。はい、今日はですね、ママさんどちらに行かれるんでしょうか。はい、ちょっと忙しいさなか千葉の方に出張に行ってきます。あ、珍しい。ママさんがね、一日いないっていうことはなかなかないと思うんですけど。そうですね、なんだかんだでね、夕方近くには帰ってくるんで。そうですね、ゆきまるくんもね、いつもママさんが帰ってくるものっていう認識だとは思うんですよ。はい、ですが本日はね、はい、一泊で帰ってくるのかな。そうですね、なので一日まるっといないことになります。はい、僕はいるのでゆきまるくんと一緒に愛を深められるわけですね。それはどうでしょう。でちょっとね、今回ママさんがいなくなるっていうことで、ゆきまるくんをしっかりケアしてあげたいと思うんですが、一日経った後ママさんが帰ってきたらどういう反応をしてしまうのか。いわゆる鳥さんはしばらく人がいないとその人の存在を忘れてしまうとか、うん、たまにあのコメントで来るんですよね。前旅行に行った時の動画とかあったじゃないですか。はいはい、鳥頭だから忘れると、うん、いや本当かと。鳥頭、そう、そんなことないんじゃないかっていう僕の個人的な、ね、思いもあって、はい、ちょっと、まあ、モニタリングじゃないですけど、一日いなかった後のゆきまるくんの反応をね、見ていこうかなと思っています。はい、で実際にもママさんね、出てっちゃうんで、はい、出ていくってなんかあれだ、家出する人みたい家出する人みたいだなまあ出ていくので、その瞬間のね、ゆきまるくんいつもと違うお見送りだぞっていうところからお届けできればなと思います。大丈夫ですか。はい、これぎーちゃん、もうママさん準備して行っちゃうよ。もうね、あの準備していかないといけないんで、はい、玄関に荷物置いてるの。じゃあ用意していいですか。はい、ちょっとね、ここからはもうママさん出て行っちゃうので、ワイヤレスマイクもつけず本体のマイクのみでお話しさせていただきます。みーちゃん、ほらお見送りだよ。もうね、荷物は少ないんですよ。車で行くの。そうです。気をつけてくださいね。最近交通事故で激しいね、話とかあるんで。行っちゃってくるねー。ほら、キッチャー行っちゃって。あれ、違うとこ見てるじゃ行ってくるね、お願いね。はいはい、キッチャー行っちゃうよ。ちょっと行っちゃう。はい、それじゃあね、今日は一日ギーちゃんと一緒にゆっくりと過ごそうかと思いますが、明日ママさんがね、帰ってくるので夕方ぐらいになるかな。その時にギーちゃんとママさんをお迎えしようかと思います。はい、今ママさんから連絡来て、もうそろそろ帰ってくる頃だということなので、今ここで待機してます。でちょっとね、もう直前だったんで、多分もうそろそろ戻ってくると思うんですけど。おお、ただいま。戻ってきた、ぎーちゃん。あ、ママさんだよ。久々。一日ぶりか。めっちゃビビってる。警戒しまくってる。見られてくるからかな。あれだ、はい、これもすごいね、あんまはもうね、車だからね、はい、開いちゃった、ね、嫌だな、リラックススタイルリラックススタイル。あ、残ってんだ。反応が微妙だな。はい、ということでママさんがしばらくいなくなって帰ってきたら、やっぱりギーちゃんはね、反応がすごかったですね。大丈夫？
何なんだろうこの感じ。久々に会ったけどこうなんか硬い感じだね、キーちゃん。怒ってんのかな。怒ってらっしゃる。うん、ママさんいなくなって、うん、ごめんなさい。キーちゃんあれだね、やっぱりいなくなったら分かるんだね、きっとね。 もしくは誰が来たんだと思ってるかもしれない。そうか。ほら怒ってるよ。メガネしてたしね。違う人が来たと思ったんじゃない。これでしょ。これダメ。これダメ。あ、やっぱダメなんだ。もしかして違う人だと思ったのか。違う人入ってきたぞ。おかしいぞって。あの仲良くしたの？仲良かったよね。りっちゃん新たな特技を覚えたんだよ。そうなの？何したの？足を歯ブラシで洗う術。何それ。ねえ。謎の。洗ったの？そう、洗った。なんかちょっとね、肌がね、なんて言ったらいいの？乾燥してる？そうそうそう。それなんかちょっとゴミとかを取るのにね、うん、ブラシ使ったらすごくいいなと思って。どうですか、ギーちゃん、おかわりなしですか？ギーちゃん成分がね、足らなくなるからね。ああ。急いで帰ってきたよ。ちなみに今回どうでした、出張さんは。普通に、うん、あっという間に終わってしまいました。忙しかった。いや全然全然。あのお土産をね買ってきたので、はい、撮影の時にお料理にね、うん、使えるもの、おお、はいはい、ちょっと何品か買ってきたので、それとじゃじゃん、ゆうちゃんにねお土産もあります。なんかさっきまでの勢いとは打って変わって急になんか眠そうになってきたね。あ、眠いのか。あ、眠いんだ。あ、怒って眠くて大変だ、ね、ドーンっていきなりテンション上がったかと思ったら急にシュンってなってる感じだね。リラックスしてるのかな。そうだね。そうだ、目の下の羽がホワホワホワってなってるから。うん、よほどあれだったんだね。すごいびっくりしたんだね。もこもこじゃん、なんかギーちゃん。なんか今年はなんかあっという間に冬が来そうで、秋が短い感じがするんですが、はい、皆さんどうでしょう。一番ね、いい季節にね、ちょっとね、あのさくらちゃんでギーちゃんを連れてどこか行きたいなと思います、うん、はい、あの皆さんもね、ギーちゃんがね、お外でね、のんびりしてる姿とかちょっと見てみたいんじゃないかなと思うので、うん、パパさんどうでしょう。いいんじゃないでしょうか。あの企画してください。企画してください。はい、投げっぱだね。うんだって。返事してる。キーちゃんどこ行きたい。キーちゃんちょっと調子出てきた。本当？ね、キーちゃんどこ行きたい。ママさんいないとね、すごいおとなしいんだよ。静かなまんま。銀ちゃんね連れて、私ほんとなんか果物借りに行ったり、椎茸とか行きたいんだけどね。あ、ギーちゃんと離れてどうでした？え、寂しかった。常にギーちゃんのことを思って。まあでもほら離れててもね、うん、繋がってるんで。繋がってる。そこは全然ね、ギーちゃん、なん平気だよね。ね。もはや固まってる。本当だよ。固まってるよ、ギーちゃん。はい、もうネムさんね。はい、はい、じゃあこの辺でよろしいでしょうか。はい、はい、この動画が良かったらチャンネル登録、コメント、高評価よろしくお願いします。はい、各種 SNS もやっておりますので、 Twitter、Instagram、TikTok のフォローもよろしくお願いいたします。はい、では次の動画でお会いしましょう。じゃあねー。